頑張れ。よし、オッケー。ありがとうございます。ありがとうございます。アリさん。あ、アリだけにありがとうございますが。なんだかな、自分で言っててすげえ虚しくなったわ、今。黙っちゃったもん。いや、斧も壊れそうだな。これ壊れてからじゃないと修理できなかったっけ？リペア。あ、できるね。あ、ケイガンのかけらが必要か。じゃあ作るわ、新しく。あ、斧。じゃねえや。あわ。作れねえじゃねえかよ。よ。なんかなぁ、ちょっとずつうまくいかないんだよな。ちょっとずれてる感じがする。これがハードモードか。今なんかリズム的には、ノーマルの感じだったらもう盾作って幼虫の防具作り終わってるぐらいかなっていうのは。あるんだけどね。やっぱ敵が強いからか。でも俺が無駄に死にすぎてるからか。いや、無駄ってわけじゃないんだけどな。もう、こもり雲がね、頭おかしいんだよ、あいつら。言ってしまえばね、2ステージ目でこもり雲出すかいって話なんだよな。いやー、今のゲームだったらなかなか出すっていう勇気がないよ、そんな。あのレベルの敵を。出すとしても負けイベントだね、あれは。よし、これでゾウムシの肉が4つ揃ったな。あとは幼虫の、あ、5つあるわ。あれ、5つあるの？あ、いいや。多ければ多いほどいいだろう。あ、松明が壊れた。ちょっと暗いな。あ、また縄。縄と枯れ草か。これで松明を。アレクサも結構使うなぁ。ちょっと集めていこうか。あ、水が落ちてる。こうやってむやみに歩き続けてマップ見てないとね、迷うんだよな。今絶対どこにいるか分かってないもん、俺。とりあえずここだな。ここに、違う。こっちだ。こうやってね、走ってってると、襲ってくる敵対、する虫に襲われそうな感じもあるけどな。それでも、ゾウムシの肉が腐る前に、作業台で盾を作らないといけないんだよ。盾を作ってしまえば腐ることはないからね。よしよしよし、帰ってきたぞ。あとは幼虫だ。あとは幼虫の皮を一つでもゲットできれば、盾を作って終わらない、盾を作って次の段階に進むんだけど、この幼虫がいないし、でここら辺は夜になると子守雲が出るしで、ああ来たよ、ほらもう左から来てたよ。
見えたよ、今見えたよ。いやー、でもあっち側に幼虫がいるんだよな。多分今寝たら8時間経って絶対ゾウムシの肉が2つ腐るっていう未来が見えるわ。いや、絶対腐るでしょう。こことここが腐って、結局もう一個。あれがね、攻撃力高いだけじゃなくて、毒持ってんのがマジで、おかしいんだよな。なんで毒まで持ってんだろう。今、止まってるけどね、体力も多いからね、結局、今、弓とか槍作って撃ったとしても倒しきれないと思うんだよな。とりあえず一回しまっとくけど、なくすのが一番怖いもんな。死んじゃって、リュック拾いに行ってっつうのも嫌だし。なんかここら辺勝手に整理してくれるようになれば一番楽なんだけどな。さすがにそこまで望むのは、ダメかい。あ、待って、俺、幼虫の皮、あれ、俺、幼虫の皮、持ってたわ。よかった。整理してくれよかったなーって、喋りながら。あったわ。よし。あー。これで次に進むな。あとは、幼虫のベストか、うん、幼虫の、うん、レギンスは作ったからベストだね。撃ってしまえば防御力も上がるし。いやー、びっくりした。食べりながら、ん？なんか、見覚えあるものあったなーとか思ったら、普通に、テストに入ってたわ。よし、これで、あとは肉焼いて寝ようぜ。ちょっとさすがに、子守蜘蛛がいるところで、夜出歩きたくないからね。よし、8時間寝ます。さて、ちょっと雲と戦うんだけど、戦ってる時にね、水分量が減ってたりしてる状態だと、どうしてもスタミナがね、回復速度遅くなったりとかしちゃうし。っていうので、まずは回復からかな。あと、水筒に水を詰め込んで、ポケットパンパンに虫の肉を入れて。でね、まあ、蜘蛛を倒す必要はないんだよな。ガードをかっちり決めていって、アビリティ、スキルをね、アンロックしたい。アリーマスターっていうのを。マジでね、パリーマスターありなしで、戦闘面が全然難易度変わってくるから。これ確か雲の動画でも言ったかな。雲の攻略動画っていうのも出してるので、まあよかったら、まあぜひとも見ていただければと思いますので、よろしくお願いいたしますと。うん、とりあえずこれ盾装備してる状態で。あとは、ここら辺のクローバー切ったりかな。あ、待って。今、後ろ、クローバーが暴れてる。よし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 。こういう風にね、相手が弾けたりするときのガードをね、パーフェクトガードって言うんだけど、これを何回だっけ ?50 回ぐらいやれば、スキルが解放されるんだったかな。ここら辺もね、相手の動き方を見たりとかして、あ、これは飛びかかってくるし、足のね、これ連続だね。足のね、どっちが上がってるかによっても攻撃方法変わってくるんで、ね、連続神突きの時はパーフェクトガード決めたとしても、まあ弾かれなかったりするし、まあ、とりあえずのんびりね、やっていくけど、
そろそろいいか、倒しちゃおうかな。あ、いや、小森君、小金君も結構硬えな。あ、出た出た、パーリーマスター。あ、やべ、2体はきついな。2体連続神助やめない？それは。ちょっとそれはレギュレーション違反だわ。飛び込み、あー死んだ。2体がね、1回ずつ噛みついてくるならまだね、リズムというか1回目の攻撃を弾けばね、いけるんだけど、どうしてもね、2体とも連続噛みつきされると、弾いても弾いてもね、結局、攻撃が止まないんだよな。あ、なんか漫画のキャラクターとかが止まない攻撃の雨とかいうのはかっこいいんだけど、やってくるの雲だからね。いや、結構壊れかけだな。また直すのにゾウムシの生肉が必要でしょう。いやいや。防具壊れた。一発で壊れたな。防具。直撃食らって。いや、違うな。結局あれか。おもり雲にもやられてるから、そのダメージの蓄積もあるか。いや、辛いな。とりあえずまたゾウムシ。あ、やべ。もう、その、キビスを返して逃げてきたもんな。アリか。ゾウムシいないね。ゾウムシあと一匹いないと、盾を修理できないんだよな。あの、盾をね、結構中盤の終わりぐらいまで使っていかないといけないからな。フロアリの盾が出ないと上位互換として使えるもんでもないからな。いや、ゾウムシなんでいないんだろ、こんなに。会いたい時にいないんだよな。いやー、こういうのが。かといってね、こういう時に歩いて移動してるとね、スタミナも消耗するし、ご飯も減るし、水分も減ってくるからな、あんまり動きたくはないんだよな。近場近場で済ませたいんだけど。近場近場で済ませたいっていうのがね、なかなか、願いが叶えられないな。別に翼をくださいって言ってるわけじゃないんだからさ、簡単に叶えさせてくれよ。よし、これでとりあえず修理して。このゲームね、使って耐久値が消耗されるのもあるんだけど、結局ね、なんだ？死んだ時にもね、耐久値が減るんだよな。強い武器を装備して、まあ、強敵と戦って、死んだ時には防具と、まあ、武器と、まあ、盾も装備してれば盾もか。装備してるもののね、耐久値が減っていっちゃうんで。あ、そこもなかなかね、辛いとこではあるな。あとは死んだ時のリュックサックから、アリたちが、ご飯を取ってったりする時もあるしね。いやはや。間違えた。もうゲームいろいろや、よし来い。パーリーマスター。不足のために。レベル3まで上げたいなぁ。できることなら。いや、全然効かねえなぁ、攻撃が。斧じゃなくてハンマーの方が効くかなぁ。いやぁ、違うなぁ。やっぱり斧か。一応弱点としては、剣とかの、まあ、スラッシュ系の武器が一番弱点だったとは思うんだけど。まあ、ハンマー効かないんだけどね。ハンマーは、まあ、こういう風に気絶値があるんだよな。
モンハンみたいに。いや、にしても、強いな。体力っつうか、体力が多すぎるだろう。倒したからといって報酬が多いわけでもないんだよな、コガネグモって。この、3発目の攻撃を当てるようにしたいんだよな。一発目、二発目はね、ダメージとしてほとんど通らないんで、1、2、3でね、一番大きいダメージを与えれるんで。あー、レベル2か。パリーマスターがあると、やっぱりスタミナがね、あ、今つけてないから、なんとも言えないんだけど。もうステータスからね、ミューテーションっていいので、まあ、スキルだね。これをパリーマスターつけとくと、まあ、圧倒的な、攻撃をガードすることによって圧倒的な有利な状況を作れるっていうのでね。これがあって、まあ、パーフェクトガードっていう相手の攻撃を弾くガードをすると、スタミナが回復されるんで、まあ、このゲーム防御にも攻撃にもスタミナガンガン使っていくんでね。まあ、そこでスタミナ回復できるっていうのはかなり、強いスキルになってるね。あとはあれだ。装備のね、スキルも結構重要になってくるんで。幼虫の装備を作れば。幼虫の装備にも生肉必要か。何もかもだな。でもまあ、盾がなくてもね、ガード自体はできるんだけど、本当にタイミングがシビアになってくるからな。で、このハードモードだと攻撃力が高いから、ちょっとしたダメージがね、致死量っていうか、本当に致命傷になってくるから。さすがにコガネグモ、一体にはやられることないと信じたいけどね。やっぱ時間かかっちゃうね。体力が多くなってるから。ゴム虫がいないなぁ。いや、マジでいないなぁ、ゾウムシ。ここら辺も。あ、ヤゴー。君の顎をくれ。君の顎が欲しかった。あー、このダメージか。あ、矢でこのダメージか。ちょっときついな。ヤゴの弱点はなんだっけ、一つ系じゃないんだよな。ハンマー。あ、矢がなくなった。ヤゴの牙があるとね、またあのさっき言ってた蜘蛛の弱点のね、あ、剣の武器が作れんだよな。まあ、ヤゴの剣つ、ありきたりなやつなんだけど。まあ、言ってしまえば鉄の剣とかっていう名前とネーミングセンスは一緒だね。ドラゴンキラーみたいなやつが欲しいけどね。スパイダーキラー的な。なんかそこら辺はマーブルとかで作ってそうだけど。スパイダーマンに出てそう。で、結局そのスパイダーキラーは本当のヴィランに倒されてしまうっていう流れが読めるな。あ、行った、ゾウムシさん。あ、ヤゴもいた。オッケー、相手してやろう。ハンマーじゃねえな。斧か。いや、そんな変わらん？もしかして。変わんないね、ダメージ量的に。やりにすっか。割れかけていくよ。あ、壊れた、盾。防具か。防具であればいいや。どうせ買い直すし。買い直すじゃねえや。作り直すか。ここら辺にショッピングセンターはねえ。あ、待って。そのゾウムシ、ちょっと待って。どこ行った、ゾウムシ。鳴き声は聞こえるんだよな。
お会いはするけど、姿は見せず。あ、いたいたいた。よかった。よかった、じゃあ死んでくれ。あ、外した。よかった。無事でよかったよ。うん、でもゾウムシも少ないな、ほんとに。なんだこれ。結局、多くの木から元の場所に戻ってきちゃったな。あ、アリの巣があるね。一応赤アリの巣にも入っていかないといけないんだけど、今行ったら、袋叩きにあって終わるんで。あ、今のところは、勘弁してやろうか。あ、どうせ行かないといけないんだよな、あそこには。あそこに行くとね、まあ、軽ガンが結構落ちてるし、まあ、蜂の防具とかも手に入るんだよな。蜂の防具って言っても古い蜂の防具なんだよな、多分。いやー、にしてもなー、ゾウムシいねえなー、ほんとに。なんでだ?あと2匹いれば、あれだよ。ワームじゃねえな。なんだっけ。幼虫の、そうだ、幼虫のゴーグル作って、幼虫装備が完成するんだけど、あと2匹がね、見つからないな。ちょっと暗いとこ入るけど、ちょっとね、気持ち悪いかもしれないけど、まあ、アリがね、ここ古びたアリ塚っつって、なぜかここでアリが止まってるんだよな、ここに。よく溜まるんだよ。ここで溜まってるのがね、時々ゾウムシも溜まってる時があるんだけど、あ、待って、赤アリの装備。いや、ダメだ。ダニの毛がねえや。まあ、赤アリの装備っていうのもあるんだけど、今回は使わないかな。まあ、今回っていうか次回、配信時に、まあ、作って赤アリの巣に行くって感じかな。あ、ゾウムシの声がしたな、今。どっかにいねえかな。ほんとちょこっとだけ肉分けてくれればいいんだけどな。ほんと先っちょだけでもいいんだけど。いや、いないねえ、マジで。ゾウムシってなんだ?ゾウムシってなんだじゃねえや。ゾウムシはゾウムシだわ。なんでこんないねえんだろう。不思議だな。いつもだとこの周りにだいたい5、6匹いてもおかしくはないんだけどなぁ。ここら辺の、なんかプレイヤーに有利になる虫たちも減ってんのかもしれないね。難易度を変えたおかげ、せいで。変えたせいでっつうのも、変えたのは俺なんだけどさ。まさかここまで変わるとはっていう感じだな。事前の説明にないんだよな。まあそりゃそうか。何でも説明したらそりゃ、ハードにならんか。いや、いね。お、ガネグモなら大丈夫。え、大丈夫ではねえわ。武器が弱いんだから今。あ、ゾウムシの声がした。いた。よーし、2個ゲット。で、これで。ゾウムシの肉2つか。あ、1つあるわ。あ、ねえわ。あ、ナイス。よし。これで3つ。で、最後に幼虫を倒して。これで幼虫のレギンスも作って、ベストも作って、ゴーグルで、うん、フルセットだね。幼虫フルセット完成だわ。
あとは、ヤゴの剣が作れればなぁ。だいぶ、楽になるんだけども。ここまではね、ここまでうまく、物事が進むなんてことはないでしょう。なんでも低く見積もっていきないと。高く見積もってるとね、そこの予想が外れると、ショック受けちゃうから。よし。ただまあ、できることであれば、この、一回で、すべてのものを揃えたい。で、こもり雲を倒したい。さて、直しとくか。こもり雲倒せるとね、マジでね、虫の弓っていうね、多分このゲームで一番、強い弓矢が、まあ、作れるんじゃないかな。うん。クロスボウとかもあるけど、連射力とかも考えると、さすがにそっちの方が強いんじゃないかな。まあ、一発の単体ダメージはボウガンがいいんだけども、ボウガンもボウガンで必要になる場面はある。本当に最終場面ぐらいだけど。あ、後々はあるからね。なんか一発で、ないかな。なんか一発で撃つ方法なかったっけ？そういうなんか大義理に乗ってるような技なかったかな。あー、どうやったっけな。なんかウルテクあった気がするんだよな。あー、ねえな。じゃあね。ねえ、まあ、とりあえず防具も揃えたし、あとは盾も修理してマックスの状態でしょ？あと何の準備が必要か、武器ですね。ヤゴの牙。これで、2個で作れれば、2個で剣が作れれば、このヤゴの剣を作れれば。いやー、怖いなー。作業台で個数見るのが怖いね。これが作れればなぁ。いやー、ここに緑のマークがないってことは作れないじゃんか。幼虫の皮、よしよし、幼虫の皮でいける。よしよし、ヤゴの規模は足りた。よかった。よかったよー。幼虫の皮でいけるなら余裕だわ。そんなもう準備段階でね、だいぶやられてっからな。まだこれ準備段階だからね、こっから本番を、こっからコモリ雲を倒すっていう目標があるからね。あいつに俺は、今、HP じゃねえや、残機2個ぐらい減らされてっからね。あーもうヤゴもうバカだな、ほんとに気持ち悪い。本当に気持ち悪い。本当にセンスない。あれだ。害虫だな。よし。もうセンスっていうものがない。このタイミングで出てくるセンスがないわ、お前は。このタイミングじゃないだろ、お前は。本当に。危ねえな、お前は。もう、あともうちょっとで終わりなんだから、もう、そのタイミングに出てくる敵じゃないんだよ、お前はもう。ほんとに、タイミング悪いなぁ。いやぁ、ほんとに、あいつはタイミング悪いなぁ。間が悪いつうか、空気が読めないつうか、タイミング悪いなぁ。ここまで終わっててね、また盾を、盾壊されて、またゾウムシを探すっていう、ことから始めるなんて嫌だよ。割と嫌だよ、ほんとに。あった。腐った肉と、まあ、幼虫の粘液で作ると、
あの虫野郎にね、そんなことを考える脳みそがあるとは思えねえんだよ。テントウムシあるまいし。あれ？ハマってねえこいつ。それはお門違いなんだよ。お前なんかに負けっかよ、バカが。よしよし、これはいけたな。勝ったぞ。みんな勝ったよ、これ。終わった、終わった、終わった。もうダメこれ。これを授けるために来てくれた？ヤゴの野郎。